それではご紹介いたします。道のく娘の皆さんです。工藤彩乃です。つぶきみゆです。葉山みずきです。3人揃って道のく娘です。よろしくお願いします。1年分の面白い話を持ってきてくれたということで、はい、期待。工藤彩乃ちゃんからじゃあ一つ、はい、よろしくお願いします、はい。先日山形に帰る機会がありまして、はい、珍しく母ちゃんとドライブをしたんですね。ちょっと喉乾いたなと思って、コーヒーが有名なお店に行ったんですよ、でドライブスルーってよくいろんなお店であると思うんですけど、はい、まあ、そこで一つ飲み物頼んで、窓閉めてお待ちくださいと言って、はいって言ったんですよ。そしたら母ちゃんがブーンって前進して、母ちゃんよ、今窓を閉めてお待ちくださいって言ってねえけが、前さてだよねって、はぁ出てしまったどうすべと思ったら、結局店員さんがぐらーっと回って、あ、雨の中びちゃびちゃになって届けてくれて、結局私も車の中から出て、すいませんでしたってびちゃびちゃになってコーヒー1個受け取って帰ってったんですけど、窓閉めてって言ったのに前に出て待ってろって言ったと聞こえたわけですね。それでとりあえず聞いてなかったんですよね、二人して。とりあえずはーいって返事して今なんて言ったっけみたいな。ああ、なるほど。っていうのがまあよくあるんですけど。へー、葉山さんどうですか、はい、面白い話。私はですね、この間信号待ちをしておりまして、うん、こう赤がどんどん減っていく信号があるじゃないですか。赤が減っていく、赤の、あれか、点々っていう、はいはい、あれがちょっとずつこう減ってって、でみんなもう最後の一粒になって、じゃあよっしゃもう渡るかなってみんなこういう体勢になったら、でも最後の一粒が全然変わらなくて、どっかのおっちゃんは自転車で真ん中まで行って、どっかのおばさんはこのぐらいまで踏み出して、私もなんかこんなになって、でやっと変わって、でもみんなでこうなんかみたいな感じで、もうなんか面白い感じになってました。面白いですね。もうなんか新喜劇かなみたいな感じになって、みんなで、確かにね、あの横断歩道ですよね。横断歩道のなんかそれぞれがいい具合に前に出て、体が前に行く人に、足がこう上がってる人に、もう変わらないんかいって途中で言いたがりました、ね、言いたがられてね、はい、大変でした。壊れてたのか、ね、そういうことですよね。なんかちょっと調子悪かったですね。調子悪くてそういう時はあの全然他人ですけど、お互いに顔見合わせますよね。見合わせて出ていいのかいみたいな、笑ってごまかし笑ってごめんなさい。面白いこともあるもんですね。面白いね。そしてつぶきさんは、私は、祖父母が、はい、やっぱりこう忙しい時はそのお味噌汁がすごく体にいいから、だからまあ、お味噌汁を飲みなさいっていつも言われるんですね。ただ、まあ、やっぱりこうなかなか家に帰ってその一からお味噌汁作るっていうのはすごくあの大変だったりもするから、うん、じゃあ最近はそのインスタントのすごく美味しいのあるじゃないですか、うんうん、だからそれをおぐっからって言われて、分かった、じゃあ楽しみにしてるねって言って届いた、荷物を開けた瞬間になんか福島のなんかすごくフルーツがたくさん入ってて、その梨とか、リンゴ、柿、ぶどう、きゅうりまで入っていたんですね。すんごい盛りだくさんに入っていたものはいいものの、なんかその一番主役になってたそのインスタントのお味噌汁が入ってなくて、あれ？なかったの？そう、じいちゃんばあちゃんどこさえ入れた、忘れたんだかなと思って奥の方こうやってあのかき分けてみたらば、こじんまりとちっちゃく入っていまして、あ、それがいいんじゃなかったんだ、なんかちょっとくすって笑えるような、ほっこりするような感じでした。なんかちょっとね、暖かくなりますよね。以上、東北座談会でございました。それでは、道のく娘の皆さんと一緒にふるさと、どうぞ。鹿の山
志を果たしていつの日にか帰らん山は青き古里水は清き故郷道の駅娘の皆さんとふるさとを歌わせていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。さあ続いてまいりましょう。続いては、はい、はい、冬なのに怖い話、今から怖い話をします。だんだん怖くなってきたでしょ。ほらうー続々どうもありがとうございます。ありがとうございます。誰ですか怖い話は。怖い話、私どなたですか。私ですかね。私ですか。あの怖い話っていうよりも、ちょっとほっこりする話かなと思うんですが、はい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 、あの家にいる時とか何か準備をしている時に声が聞こえてくるんですよ。はいはいはい、やだこれ忘れてるよみたいな。怖いじゃないですか。誰もいないところでしょ。誰もいません。誰もいないのに声聞こえるんですか。はい、うん、でいやでもさ今日はこの衣装は使うって言ってたけどこっちの衣装はいらないって言ってたじゃんって私も返すんですよ。で持ってった方がいいんじゃないっていうような、なんかこう会話が成り立っているのかそれともここだけの話をしているのか全然わかんないんですけど、その日いざお稽古行きました、使うって言ってなかったのに使ったんですよ。あ工藤ほらお前だけ待って待ってこなくて、あって言われて、聞こえてきた今。それで言われまして、あのごめんねごめんねってメンバーに謝って、その夜帰ってからあごめんなさいってちゃんと言うこと聞いておけばよかったわって言って、あのお線香を立ててシナモンロールを買ってきて窓際に置いてまたアドバイスくださいっていつも過ごしてます。怖いです。怖いですか。怖いです。ほっこりな話だよね。でも確かになんかこうなんていうんですか、そのもの品物から、なんかこれ忘れないでねとかっていうなんかこういうなんていうんですかね、圧みたいな感じることはあります。私のこと忘れないでねみたいな。あそういうそれはあります。え、葉山さんはなんか怖い、でも巫女さんやってましたもんね。はい、一番ありそう。なんかお化けつくとかそういうことないでしょ。もう私も全く何も感じないんですけど、一度つい最近あれ、まあ、夏ぐらいにありまして、あるホテルであの夜ゆっくりしていて、で洗面台の方に用事があってテレビつけてたんです私、で洗面台の方さ行って戻ってきたらそのテレビが消えてて、あら怖っ。でも電波で消えることってよくあるので、いやまさかな気のせいだなと思ってたら今度つけたはずの換気扇が消えてたんですよ。あら怖っ。それで夜にですね、私足出して寝るんです布団からね、でそしたらその右足をこうやってスーッてこう撫でられてるような感覚があって、でもすぐこうへっこめて、で朝方へっこめ て, へっこめて、でもう全部へっこめ て, こめて、でも朝方頭上からで4時5時ぐらいだったと思うんですけどドサンっていうこう音がして、でそれでもう最後でした。それ以降は何もなくて、怖くてよくあの部屋さ自分寝だなと思いましたね今考えると。ちょっとそこでちょっとつぶきさんの話もちょっと聞きたいですよ。なんか怖い話が、怖い話、いやあのあります。あります。お願いします。あります、あのですね、そのホテルはすごく古いホテル で,、でキャンペーン終わりに泊まったところだったんですけれども、そこね、あのちょっとなんか嫌な感じはしてたんですね、ただでもそこで寝なきゃ、次の日も仕事だから、あのもう何も考えずに寝ようって思ったらば、なんかどん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 熱が上がってきて、で次の日起きたらばもう声が出なくなっていて、で風邪をひいてしまったっていう、なんか何かこう重なったのかなっていう体験は一度だけしましたね。
でもおっかないですね。いや、おっかないですよ。風邪ひいて仕事で歌えないっていうのはおっかないですね。おっかないですね。一番おっかない。めちゃめちゃおっかない話ですよ。特に怖いですからね。そう、恐怖でした。歌が一番怖いですよ。そうですね。ね、皆さん怖い話それぞれお持ちなんですね。そう、はい、それでは道のく恋の花という新曲のお話を聞かせください。はい、この楽曲はですね、道のく娘元気とか勇気幸せを届けますっていう風にずっとこうぴょん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 跳ねるダンスでもやってきたんですけども、なんかちょっと落ち着いて、実はお着物も今まではこう膝丈だったんですよ、はい、そうでしたね、振り袖で、はい、ちょっと肩の部分がこう上がってるような感じだったんですが、うん、実は今回ちょっと短いお袖になりまして、うん、はいはい、そしてお着物も普通の長さで着させていただいてるんですけど、うん、ちょっとこう10代のキャピキャピってよりかは大人になった感じがして、色も今はお衣装赤着てるんですけど、うん、楽曲のイメージが薄いこう淡いこうピンクに見えて、うん、何かがこう色づいてきたなっていうのを感じていただけるような楽曲になってます。では新曲、新曲が出るのが1月、来月の1月26日に、はい、工藤彩乃さんがね、はい、新曲をソロの新曲を2年ぶりに発売させていただきますので、皆さんどうかめんこがてけろ、タイトルお願いします、うん、はい、白糸恋情はという作品です、はい、ぜひね、発売になった時にはよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてつぶきみゆさんは、はい、来年6月4日になります、うん、地元福島県矢吹町にてふるさとコンサート、開催決定しました。やった、はい、ありがとうございます、はい、3年ぶりということで、はい、3年ぶりか、はい、そうですね、よろしくお願いいたします。はい、そして早間みずさん、私も随時 SNS でイベント、はい、そして、予定など更新しておりますので、はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、それでは道のく娘の皆さんに新曲を歌っていただきましょう。はい、道のく恋の花どうぞ。私は思いをよ告げられず、小手で奥手の岩手さん、田植えも始まる頃なのに、恋の花先のハートは真赤な白い花、恋恋恋の花が咲きゃ、恋恋あなたに実って恋、心咲きます、道のく恋の花、道のく恋